はい、どうも、私です。いつもご覧になりましてありがとうございます。はい、ということで今日も頑張っていきたいと思います。今日は絶対にやるな、人生がつまらなくなること3選というですね、テーマでちょっとお話しさせていただきたいなと思います。まあですね、仕事楽しいっすわ。ビジネスが面白すぎてもうしゃあないというところですね。で、まあ僕はもうほんまに今生きててめちゃくちゃ楽しいですし、仕事も楽しいですし、仲間ほんまに恵まれたなって思ってますし、もう身の回りでサポートしてくれる方ね、支えてくれる方、繋がっていただく方、本当にいい人ばっかりで、めちゃくちゃ心がもう楽しくて楽しくて仕方ないというところなんですけど、やっぱりですね、言われる方の中には人生がつまんないですって言ってる方たちもいらっしゃいます。人生がつまらないからなんとか人生変えたくて来ましたっていう方たちもたくさんいらっしゃいます。で、そういう方たち見てるとですね、大体やっちゃダメなことやってる、過去にもいろんな発信させていただいてるんで、また見ていただいたらいいと思うんですけど、僕言ってること基本的に変わんないんですよ。で、人生がつまらなくなる人はつまらなくなる原因をやってるからつまらなくなってるって、もう結果なんで。これ人生が楽しくて楽しくて仕方がない人っていうのは、楽しくて楽しくて仕方がない原因があるから結果的に楽しくなってる、これだけなんですよ。じゃあこの原因の部分変えていこうねっていうのがすごい大事なんですね。じゃあ何が人生をつまらなくしてしまってるのかっていうポイントをですね、3つ持ってきました。だから今日の動画はあなたの人生を変えるきっかけになると思いますので、ぜひですね、最後までチェックしていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということでちょっとやっていきたいなというふうに思うんですけども、先にここの考え方を持ってるからあなたの人生はつまんないんやでっていうポイント3つまず言います。で、各それに対しての原因と解決策までね、順番にいきたいと思います。ちなみに僕はマジで人生苦労してます。焼き鳥屋の時マジやばかったし、1日15時間勤務40連勤、ほんまに自分に嘘ばっかりついて伸びてへつらってみたいな人生でしたね。酒タバコに逃げて、毎日毎日おもんない、つまんないね、なんとかしたいっていう思ってるけど、自分を変える勇気もなくてですね、ビビり散らかしてみたいな、もうそういう人生から変えようと。もちろん原因がズタボロやったから変えるまでめちゃくちゃ大変だったんですけど、でも今こんなに自由で、こんなに幸せで、こんなにハッピーで、こんなに楽しい仕事を、こんなに素晴らしい仲間たちとできてるっていうのは誇りやなと自分の人生において思ってるんで、誰でも変われます。これ本当に特別やとかセンスがあるとか頭がいいとか思われてますけど、ほんまに違うから、マジで。昔から僕のこと知ってる方って分かると思うんですよ。どんなダメダメ人間やったか、メンタル弱い、気弱い、意志弱い、意識低い、もうね、いいとこ何もなかった。でもやっぱり少しずつ知識をつけて、少しずつ行動を起こして、少しずつ失敗から学んで、少しずつ成長していった結果今になってるんですよ。で、僕がやった失敗とかはやる必要ないと思うんです、正直。だから全部言います、何したらダメなのか。僕が最初からこれやっとけばよかったなって思うことを言います、全部。だからやってください、騙されたと思って。一度絶対人生変わるからっていう、今日は絶対にやらない方がいい、人生がつまらなくなることを3つの言って、原因と解決策ってことでいきたいと思います。人生つまらなくなる人は大体この3つ当てはまってるから、もしもあなた今人生つまらないのであれば、胸に手を当てて考えてみてください。おそらく当てはまってるからです。これのまず1つ目です。今だけ主義ですね。今だけが良ければとか、今どうするかみたいなところばっかり、やっぱり考えてしまってる人っていうのはですね、人生結構つまらなくなってるんじゃないかな。要は未来に対しての投資活動ができなくなってしまうんで、農業と漁業で言ったら漁業的な生き方してしまってる人ですね。もちろん大事なんですよ、漁業的な生き方をするのが大事なタイミングもあります。でも自分自身の人生を豊かにしていこうと思うのであれば、絶対的に必要なのがこの農業的な感覚ですね。種をまいて、水をやって、肥料をやって、太陽のねエネルギーをこう注ぎ込んで、大事に大事に育てていって、大きな木を作っていくっていうような、こういう感覚っていうのをね、絶対持っとかないとダメ。人生が豊かになっていく人であったりとか、人生が年々良くなっていく人の特徴っていうところは、投資活動をできてるかどうかなんですよ。投資活動、投資っていうのは何かって言ったら、成長するものに自分自身の大切な大切な資産を注ぎ込んで育てていくってことですよね。で、育てていって育てていって育った結果、木になり、葉がつき、枝がつき、実がなって、その実を食べて美味しいねってできるわけじゃないですか。だから木を育てていくことができる人っていうのは、1本2本3本4本っていう風に木を育てることができて、取れた実をもう一回植えて、もう一回育てるってやるから、気がつけば林になり森になりっていう風に豊かになっていく。でも人生つまらない人っていうのは漁業をやってるんですよ。でね、漁業前まで良かったですよ。別に今に情熱を燃やして、今だけのことを考えて、未来のことなんか考えない、昔は良かった。でも今変化激しすぎるんですよ。変化激しすぎるから、半年前に言ってたことが今通用しなくなってるんですよね。
みたいな、こういうめちゃくちゃパン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 みたいな感じで時代が移り変わっていくときに、今だけってやってると結局置いていって気ぃついたら何にも身になってない、残ってないみたいな感じになっちゃってるって、これがやっぱね多いですね。見てて、あの20代の方とかまだ来られるんで、僕ね、だから言うんですよ、あなたがこれから先10年20年人生かけたいものを見つけていくのがこれから今めっちゃ大事だからなってよく言わせていただくんですけど、もうほんまにそんな感じ。今だけをこうね見てガーって生きてた、で50歳60歳になったら気がついたらね、あれ結局自分には何も残ってないやってなるパターンがやっぱ多いってことですね。そうだからいいんですよ、50代60代も人生全然変えれるから、70代でも80代も関係ないから、変えようと思ったらそこからスタートできるんでいいんですけど、でもこれ考えておいてほしいのは、今だけ思考ではなくて先をちゃんと見据えた上で自分自身のやることとかをしっかりと選択していって育てるとか成熟させていくっていう考え方がすげえ重要かなと思ってます。だから時間をかければかけるほど、情熱を注ぎ込めば注ぎ込むほど価値って上がるじゃないですか。そうですよね。僕とかもそう、12年間焼き鳥屋さんやってるから焼き鳥に焼く腕はやっぱあるんですよ。でそこに情熱かけてやってたから、お店を回すスキルがあったりとか、接客をしてコミュニケーションを取るスキルがあったりとかするんですよ。これはなんでかって言ったら、育てたからですよね、自分を。成熟させてるからですよね。パーソナルジムもそう、2年半経ってようやっと知識がついてきてるんですよ。ビジネスの教育スクールとかも7年やってるんで、知識ついてきてるんですよ。ビジネスも7年やってるから、人に教えれるぐらいになってるんですよ。目先目先で移ってると、結局価値上がらないままどんどん次のものに行ってしまって、見せつまないみたいなのが結構あると思います。まあぜひ、参考にしてください。で、次2つ目。これはですね、お金だけ。これ金だけもそうですね。お金大事ですよ。めっちゃ大事。ビジネスやっていく上でも、生きていく上でも、すごく大事。でも、お金しか見てない人は人生絶対つまらなくなる。なんでか、気を許せる仲間がいない。本音で喋れる仲間がいない。心からつながれるような、そういう身内がいなかったりとかももちろんそうですし、体の健康状態良くない。心の健康状態良くない。夢、希望、未来、やりたいことがない。そうですよね。お金ももちろん大事なんですけど、お金以外にもあなたの人生において大事なものっていうのはたくさんあるよね。だからお金だけを追いかけていくと人生大体失敗します。金持ちになったけど自由がない人いっぱい知ってますからね。お金持ちになったら自由になれると思ったら違うんですって。最初から自由になれる設計してるから金持ちになっても自由になれるとかっていうのがあったりとかしますし、お酒飲みたくないけど人付き合いもうやめられへんくなってね、もうずっと体悪くして50代ぐらいでね命なくなってしまう人もいっぱいやっぱいらっしゃったりするわけなので、お金だけ追っかけていくとやっぱ人生つまらなくなるってところがあると思いますので、正しくお金の知識をつけて自分の人生におけるお金の立ち位置をしっかりと明確にして、お金に使われるお金の奴隷ではなくてお金を使う側に回っていくっていうのがだから大事かなっていうところ、これを意識してください。2つ目ですね。次3つ目、もう大体みんな分かりますね。人生がつまらなくなってしまう人の特徴としては、自分だけっていうこの考え方を持ってしまってる人。僕のチャンネルを昔から見ていただいてる方とかは、僕昔からずっと言ってるのは何かって言ったら、三方よしとかね、最近とか言ったら全方よしって言います。自分に関わる人が全員ハッピーになる設計をしろと、これなんですよ。今日も朝からすごいあのお金持ちの人と会ってね、大阪のね梅田のスターバックスの方でこうね朝から1時間ぐらいちょっとミーティングしてきたんですけど、その方も言ってましたね。やっぱり結局はやっぱ自分のことしか考えてないとか、こういう人のところから人は去っていくよねと。そうなんですよ。感度が高い人ほど、本当に成功してる人ほど、その自分のことしか考えない人とは関わらないっていう選択するんです。だから自分のことだけしか考えてない人の周りには自分のことだけしか考えてない人ばっかりが集まるんです。要は類似オーディエンス、類友の法則とか言いますよね。似た人が集まるようになってる。だから自分以外の人のことをしっかりと考えれるかどうかっていうのはすごく大事。それを考えていけば、やっぱり自分自身がね、どういう人と関わるべきなのかとか、どういう人と一緒にいたいのかとか明確になってくるんですよ。逆に向こうがめちゃくちゃ搾取してくるとか、相手がめっちゃ自分のことしか考えへん人と、その人に対して自分尽くしたいと思います？思わないですよね。だから自分も選ぶようになるし、相手にも選ばれるようになる。だから自分自身が関わりたい人と関われるような人間になっていかないといけない。こう循環するんで、結局のところ。だからこれができるとね、何がいいかって、自分が関わりたい人としか関わらなくてよくなるんですよ。その人たちと関われる自分になるために自己変革とかね、自分自身のことを律してね、自分磨きっていうのをするんで、どんどん人生良くなるんですよ。めちゃくちゃ楽しい。周りにハッピーな人ばっかり集まってくるっていうような循環が出来上がるっていうことですね。このあたりですね、今だけ金だけ自分だけっていう考え方をやっぱりなくす。人間の幸福って2つしかないらしいんですよ。1つが自分の欲を満たした時、もう一つが他人の役に立って他人を喜ばせた時。これが人間が感じる幸福の二つらしいですね。自分の欲を満たした時っていうのは次の欲っていうのが出てくるから終わりがないらしいんですよね。でも他人を満たして他人に喜んでもらったこの喜びっていうのはですね、幸せっていうのはですね、ずっと続くらしいんですね。だから他人に貢献して社会の中で自分の役割を明確にして人に貢献するような働き方をしている人っていうのは誰よりも幸福度が高くなっていく。幸せな金持ちでそういう風になっていくみたいなのをね、本で読みましたけど、はい、すごく大事な考え方じゃないかなというふうに思ってますので、まあ今だけ
け金だけ自分だけ、この考え方をやめて、今だけじゃなくて中長期目線で物事を考えていきましょう。お金だけじゃなくてそれ以外に大切なものって何ですか。人とのつながりであったりとかね、心身の健康であったりとか、それこそね、自分のねやりたいことに対するエネルギーであったりとかってところが大事だと思うので、やっていったらいいんじゃないっていうところと、あとは自分だけじゃなくてやっぱり人と協力して、自分が関わりたい人、大好きな人たちと一緒に生きていく、そのための自分になっていくというふうにやるといい循環できるんじゃないっていうところがありますので、まあ、これやってると人生つまらなくなることはないです。めちゃくちゃ幸せやから。なので、まあ、一生懸命ですね、自分磨き、これからも一緒に頑張っていけるといいんじゃないかなと思います。ぜひ参考にされてください。はい、ということで今日この感じ以上にさせていただきたいと思います。ちょっと最後に宣伝だけさせてください。僕はですね、ビジネスマインドセットユニバーシティというあのマインドセットの学校をやらせていただいております。あの起業家マインドセットっていうのはですね、自立して生きていく上でめちゃくちゃ重要だと思ってます。いろんな選択、行動、判断を自分でできるようになるであったりとか、自責でね、自分の責任のもといろんなことをこう選んでいけるとかですね、そういう考え方とかマインドっていうのはやっぱすごい大事やなと思ってます。何かに依存して生きていくっていう選択しかなかったら幸せになれることってないじゃないですか。自分の足でしっかりと立って生きていけるようにマインドセット鍛えていこうというですね、 BM やらせていただいております。まあ、大将のマインドセットラジオプレミアムメンバーという形であのやらせていただいておりますので、ラジオとかに興味ある方とかはぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。であともう一個、SBC ソルビジネスカレッジというですね、ビジネススクールもやらせていただいております。これも起業家育成みたいな感じでやらせていただいてるんですけど、まあ、自分自身でビジネスを作って、自分自身で集客をして、自分自身で商品を販売できる、そういうスキルを手に入れていこうというですねスクールになっております。まあ、好きな時に好きな場所で働けるっていうのは僕の中で重要度高いんで、まあ、オンラインで働けるスキルをね手に入れながら、好きなことを仕事にするためのお金とかビジネスの知識を、マインドを手に入れていこうというのがですね、まあ、1年で月収100万円までの道筋を作るっていうスクールやらせていただいてます。これも興味関心がある方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。公式 LINE の方でチェックできる形になってます。はい、ということで今日の感じは以上にしたいと思います。今日も最後まで聞いていきましてどうもありがとうございました。また次回の放送でお会いしたいと思います。素敵な一日をお過ごしください。よろしくお願いします。バイバイ。